着いたよ。食べよ、とりあえず食べよ、食べよ、はい、食べて食べて、うん、食べて、お腹いっぱいじゃん。違った。いやうん、間にスクランブルエッグ、その上、カツ。いいじゃないですか、その食べよう。いただきます。ちょっと真ん中かな。うん。うん。美味しい。うん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 。美味しいじゃん。美味しいじゃん。うん。やっぱ作る方がうまい。確実。うん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 。ああ。ソース結構かけてる。ちょっとブランチの王様を見て。ブランチの王様じゃなくて王様のブランチです。なんでそんな業界っぽく言うの。何がよ。そう、ブランチ、あ、王様のブランチ、王様のブランチでやってて、うん、それをじゃあちょっとやってみようと思って、ご飯炊いてカツも。カツね、うん、うまい。相変わらずすごいよね、うちらの組み合わせ。最高じゃん。パンとタレカツ丼と。最高じゃん、ほんと。ブラムチャウダー。そうそうそう。世間の人が、その組み合わせはアウトっていうのが。まあ、家だからできるよね、大好きです。うん。うん。マグうまっ。上手、翔ちゃん。ありがとう。うん。パン半分しよう。うん。好きなの取っている、ちゃん。キーマカレーのやつ食べた。え、それは何？一個で食べたい。半分ずつ。半分しようじゃん。いいですか？うん。どっちがいい？どっちでも、あ、こっちにさ、右側。あれよね、それって別に、食べれないからっていう解釈でよろしいよね。ほうほう。優しい私じゃないよね。うん。優しいですよ、私じゃない。美味しい。食べた？食べてないです。うん。優しい私もあるよ。うん、うん。まあ、翔ちゃんのが、お客さん食べたいだろうなってね、いうのもあるし、ありがとう。自分が、ずっと食べれないだろうなっていうのも。なんか、いい天気よ、今日。そうね。もう桜満開よ。うん。こないだね、中目黒行ってきたね。嬉しかった。初めて行ったからさ。うん。いや、桜の名所じゃない？うん、うん。中目ってさ、そう、行ってみたいなって思ってたのよ。目黒川？目黒川です。で、そしたらすっごい人多かって。うん。で、みんな写真撮ってた。うん、ね。桜じゃないよ。桜を撮ってんじゃなくて、桜を撮った、桜を見てる私よ。はい。まあ、俺らもだけど。はい。うちらもちゃっかり撮ってる。何回も撮り直しをして。うん。この角度は嫌。まあ、にしては、別にめちゃくちゃいいの撮れてないけど。桜、綺麗でしょじゃないの。桜の私がいいでしょ。そうそうそう。そうそうそう、桜と一緒に写ってる私がいい。そうそうそう、私ね。そうよ、みんなそうよ。だから桜がいいでしょっていう人は桜撮るの。あのさ、いや、ああ。何？なんか悪口という風に捉えてほしくないんだけどさ。うん。悪口じゃない。悪口じゃない。うん。いい。感想。感想。うん。あの、空を映されてる人っていうのは、うん、どんな気持ちですか？共有したい青空を。あ、それもあるのかも。でも、まあ、で、すごい、うん、真っ赤な空、夕焼けとか、うん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 、すごい紫色の、あれはわかる。綺麗なね。俺好きだからさ、言うて、空。うん、いつも言うもんね。うん。でも、青空とかさ。っていう気持ちになるんだよ。やっぱあれもあるんじゃない？なんかこういうのを撮ってアップしてる私みたいな。そっちの方が悪口だわ。悪口ない。いや、そういう人も、そういう感じもあるよねって、うんうん。だってインスタとか上げるときってさ、結構なんかそういうときない？そういう自分をアピールする場合じゃん、ああいうのって。まあインスタはそうですよね。そう。だそういうことよ。え、気をつけなきゃ。俺も。でもいい。写真撮る、いいなって思うから撮ってるのよ。うんうん、俺の中で。だからみんな違うわ。ってことはみんなそうだわ。青空さんもそうよ。うん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 。いいなって思ってね。うん、撮ってみんなに共有したいなって思ってやってるのよ。うんうん、な、それを。いい風に見せたいからとか。誰言った？
だって青空は分かるし、うん、今なんてさ、加工できんじゃん。そうそうそう。そう。曇天でもさ、晴天にできんじゃん。そうそう。まあ動画もそうだし、うん、画像もそうなんだけど、うんうんうん、色変えれるからね。そうよ。下手したらこれ背景変えれるからね。確かに。やん。うん。アクエリ飲むよ。ああ、欲しい。一気に食べすぎてさ、うん。ご飯が詰まった。大丈夫？大丈夫。ヤサピン、もういいよ、もういいよ。え、今じゃないの？うん？何？なんで？今だったでしょ？もっと詰まってる状態よね。早く飲んで。大丈夫大丈夫。え、何？今どういう状態なの？え、もう通り過ぎた。なんだよ。お騒がせじゃん。なんだよってなんだよ。ああ、美味しい。うまい。でももう。ちょっとね、わかる。いっぱいね。だから言ったじゃん、俺1枚でいいって言ったら1枚を半分しないとかさ、言ったじゃん。そもそも2枚重ねてんだからさ。うん。わかるよ。でもお腹空いてたからさ。だってご飯食べようって言ってさ、うん。結局なんだかんだ、持ち丸の散歩行ったり、買い物したりとかさ、うん。で、ご飯作り始めて、うん。あ、ご飯炊かないとって、ご飯浸してる時間待ったりとかさ、なんだかんだして、たださ、もう12時よ。いいじゃんよ、別に。朝ごはんの予定だったのに。まあ。俺、昼ごはんの予定だったの。すれ違いだ。うん。すれ違いよ。うん。価値観の不一致。そう。価値観の不一致？うん？そんな言葉あったっけと思って。別れる理由でさ、価値観の違いとか言わない？ほんと。他の言葉なかったっけ？まあ、金銭感覚のズレとかさ。具体的なとこ行ったんだけど。ね、価値観の不一致ってなんだろうね。俺、合ってる言葉、その意見の食い違い？意見の食い違いってさ、まあ、そう、わかる。そこだけで見ちゃいけないけど、いろいろある。まあ、そう、いろいろある中で、まあ、主な理由としてね。うん。なんか世間でそういう発表するとさ、うんうん、え、それが理由みたいなこと言うけど、そんなもんじゃないのよ。そんな簡単に分かれないのよ。そうよ。いろいろあるのよ。いろいろある中の、その一つのあれだから、そこだけで捉えちゃダメ。それはそうだよ。うんうんうん、この間テレビ見ても言ってたじゃん、なんか。誰がなんて言ったの？だからその、沢尻エリカがさ、うん、別にってあったよ。うん。あれはさ、まあ、あそこだけ切り取られたからさ、あの子性格悪とかなるけどさ、うん、そもそもさ、じゃあ、もう何日も寝てない状態とかでさ、もう心とかもういっぱいいっぱいになってる状態の中で、うん、もうじゃあもう働かさせられてて、それで、いやいやね、のあれかもしれないわけじゃん。いや、そうね。まだドラマとかあれは試写会であなったんだよね。だからもう映画がすんごい大変だったのよ。うんうん、寝れなかったりとか。忙しくてね。そう、だからそこまでたどり着くまでの、あれも汲み取るって欲しいなって、いろいろ思う。うん。わかる。うん。そういうのが、この世界ではありふれてるから。うんうん、うん。そこだけしか汲み取る。なんか、ね、うん。本当に悪いこと してるのは本当に良くないことだし、うんうんうん。それは思うけど、敬意よね。うん。ちゃんと知るべきよね、とか。うん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 。なんか今当たり前のように自分が芸能界にいるような言い方してたけど、別に。してないじゃんよ。最低マジよ、お前。だってこの世界とか言ってさ、この世界に。じゃあ、違う。それもそうじゃない。この世界っていうのは違うよ。この世界よ。別に。この世の中ってこと？そうよ、そうよ。ああ、なるほどね。何よ、ほんとに。いや、ほら、そう言っとかないとさ、見てる人たちがさ、勘違い。ありがとう。そう、ありがとう。ついで勘違いしてるこいつはって思われたくないから、確かに。予防線ね。あ、よかったよかった。そう。サンキュー。そうよ。危ね。うん。翔ちゃんがすぐ言われちゃうから、調子に乗ってると。そんなことないよ。サーモンタルタルみたいな。何？はい。うん。これもすんごいな、うん。早くったん。うん。めちゃめちゃ、ここに。あ、俺が抱っこするよ。ここ食べてしまう。翔ちゃん。あ、じゃあ、あんしてあげるよ。だって、あんま、あの、手が、持ち丸、小麦粉が良くないから。え、汚れちゃったじゃん。
洗濯しな。油だ油。うん。あれした方がいいんじゃない？吐いた。だジパン。え、これは洗っていいやつよ。そんな高いやつじゃないんだからさ。なんかさ、その、あの、これ見てる人で、うん、ちょっとその DM もらって、テレビで大音量で、子供の前で見てますっていう風に言ってくれる人もいるの。あ、う、あ、ん。だから、ちょっと今から話すことは、ちょっと、まあ、子供にとっても大事なんだけど、うん、まあ、うんうん、まあ、あの、外で遊んできて、来なさいって言ってもらって、それからもう夜だったら寝なさいぐらいに言って、ちょっと、うん、テレビで見るのやめてスマホで見るか、まあ、ちょっといろんな人をちょっと家族で見るのも気まずい感じになると思うから、ちょっと、とりあえずやってください。気まずくなるの？はい。はい、やったね。やったね。うんうんうん、やりました。うん、だから最近この、ここ一週間も喧嘩一切ないの。そうね。なんでなんでなんで喧嘩ないの？ちょっと今、ちょっと頑張ってる最中期間でして、伝わってないな。伝わってないんだけど。何を頑張ってる？あ、まあまあ、タイトル見てくれたらわかるんだけど、それを頑張ってるんですね。ああ、夜の営みね。あ、そうそうそう。どう？言うんかい。いいじゃん、別に。うん。ダメなの？ダメじゃない。言ってたの。いやーもう本当に最悪。最悪マジで。なんでもういい大人じゃんもう。いやいや、いい大人だけどその違うのよ。YouTube さんがどこまで許してくれるかわかんないから。あ、ダメなの？いやダメじゃないと思うよ。だから S 丸 X にしとけばいいじゃん。だからねもういいやめて。えでもさそうね。サンドダシティとかで。そうよ。でもあんま言わないでもうちょっとモザイクめんどくさいからやめて。うん終わり。もうそれ言わないで。モザイクじゃねえわ。ピー、めんどくさいから本当にやめて。あえてゴニャゴニャしてんだからさ。わからない、伝わらないもん。伝わん、もういいよ、この話はいいわ。で、僕らってほぼ、うん、ほぼほぼ本当に全くなかったの、ずーっと。一時期ね。どんぐらい？いや、でも僕何年もなんだけど。2、3年くらい。ああ。まあまあまあ、いや、100% ないわけじゃないんだけど、頻度としてはかなり少なかったよね。うんうんうん。そう。は、うん、あったんだけど、じゃあなんか、うん、あの AV 男優さんの話を聞いて、うん、あんたはなんか、やらないと、もうやる気がなくなるんですって。違うよ。え？やらないとじゃなくて、出さないと。一緒やんけ。一緒じゃん。なんでさ、だからちょこちょこさ、俺さ、ごにゃごにゃ言ってんのにさ、なんでさ、いや、伝わらないから。伝われよ。伝われよ。まあ、出さないとね。うん。なんか、必要じゃないって体が思っちゃうらしくて、あ、性欲がなくなっていっちゃうんだって。うんうんうん。まあ、だからそういうなんとかですみたいな風になるんだろうけど。うん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 。っていう話を何かで見て、うん、じゃあちょっと、頑張ってみようみたいな。うん。まあ、頑張ってみようと思ってやり続けたら、うん、まあ一週間ぐらい。うん、そうじゃん。増しました？いや、増したと思う。本当に。最高じゃないですか。なんかね、なんでレスになってたかっていうとさ、やっぱほら年の差があるっていうのもあるんだけどさ、うんうん、ちょっとめんどくさいなっていうのがね、先行しちゃって。まあね、わかんなくはない。そうそう。で、ああ、もう疲れてるし、もう、こんな時に誘ってくんなよ、みたいな感じで、なんかその態度にも俺が出ちゃうからさ、うん、それで翔ちゃんもショック受けるしさ、あ、俺って魅力ないのかな、みたいな感じになってたじゃん。いや、思いますよ、だって自信がなくなってたじゃん、なんか自分に。だって僕20代半ばだったので、そうよ、そうよ。若いんですよね。うん、若いからね。まあ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 。でも最近は、うん。なんかすぐ乗るじゃん。俺からも誘うじゃん。うん。っていうことはさ、やっぱ復活してんのよ。すごいよね。そう、で俺も本当にね、一週間出さないとかマジ普通にあったのね。もっともっともっとそんなもんじゃないよ。うん。うん、でもそれでも全然平気だったし。うん。だから、で、僕もまあ、年上だし、ちょっと、うん、まあ仕方ないなって思ってたの。でも、なんか、すごいさ、言葉を濁すにはどう濁せばいいのかわかんない。すごい、やる気がある人とかはさ、うん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 、なんか一日に何回とかをやる人とかいるじゃん、きっと。うんうんうん、だから、
それって多分定期的にできてるからだと思うんだよね、自分で。そうじゃない。そこからそうなると、うん、喧嘩がなくなったかな。そうね。なんか翔ちゃんがあんまイライラしなくなったもん。またまあイライラもいろいろあるよ、ね。うんうんうん、きっと。うん、まあいろいろね、それだけじゃないと思うけど、うん、俺が断るとなってだよ。なんかそれで攻めてる自分も嫌だし、うんうん、こっちがめちゃくちゃ変態って思われるのもムカつくし、うんうんうん、変態じゃん。違う。若いし。まあそうね。じゃあ僕はどこに矛先を向ければいいんだっていうのが何年かあった。ああ。合法的に変態なことをするっていうのは、あなたしかいないのよ。まあそうね。合法的変態なことをする。そうそうそう。ね、だから、うん、ちょっと、今までやってない人からしたら、頑張るの大変かもしれないけど。あ、そうね。最初だけ。うん。でも、ちょっとだけ、ご協力お願いしますみたいなことを言ったら、うん、ちょっと、そっから、ノリノリ、かもしれない。うんうんうん、し、ちょっと相手のためにもっといい人、いい自分になろうとか思い始めた。ああ。相手が僕のことを魅力に思ってくれる人でいなきゃダメだなって。確かに。思ったな。なんか自分が魅力的に思ってもらえるようにっていうよりかは、うん、なんか翔ちゃんがどうやったらもっと喜ぶかなみたいな。ああ。何好きかなとか、いろいろ考える。ああ、その変態行為、うんぬん問わずってことですか？うんぬん問わずね。ああ、そうね、うん、そうね、そうね。そうね。まあ、その時も考えると。ああ、これ、あんたは、お母さん見るけど大丈夫？私、いい大人ですもん。そんな。自分たちもやってきたでしょ。